射殺することね、撃ち殺すことも躊躇するなと。の精神とは、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、おさばおせ、ひかばおせ、これぞ自己滅却のオスの精神なり、オス。はい、どうも、レシデンチャンネルです。本日もご視聴ご清聴いただきまして誠にありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。本日の、動画なんですけども、まあね、ちょっと、暴走族関係とは、ちょっとまあ、とは違うね、ちょっと動画なんですけど、まあ、いわゆる僕らがね、少年時代の時に、まあ、もう非常にね、暴走族文化に今、放水しまして、少年時代はね。で、もう暴走族という文化に非常に、まあ、幼い頃からね、もう、幼少期の頃から、小学校の時からですよね。本当に暴走族に、憧れ、非常にね、強い憧れを持ってまして、それがね、まあ、不良の道とかそういうのは関係なかったんですよ。不良とか不良じゃないとか、そういう価値観ではなかったですね。本当に、暴走族、硬派、まあ、いわゆる不良なんですけども、なぜかね、その文化に本当に、惹かれるものが本当に、小学生思い起こせばもう小学校3年ぐらいからね、ありまして、まあ、いわゆるその、私のその、育った場所も、やはり貧しいね、エリアではあったんですが、まあ、非常に多かったんですよ。もう、15、6でね、パンチパーマかけて、もう、こってこてるね、まあ、ニュートラファッションでね、街をこう練り歩く少年少女たちが非常に多かった区域で育ちまして、まあそういったね、文化にまあ密接にいた、まあ身近にいた、まあ小学生ながらにもね、そういう方たちと、まあ、まあもうね、身近にこう見ることができて、非常にね、強い憧れを持ってました。そういったね、暴走族文化、まあ、いわゆる80年代前半のね、前世紀の方たちが、まあ、揃い揃ってね、スローガンとして、まあ、言ってるね、スローガンというかね、こう、非常に、まあ、流行ったというか、まあ、皆さんがね、共通してね、使ってた言葉があります。それはね、特攻、まあ、特攻隊。この、文字なんです。で、小学生当時は全く意味なんかわからないですよ。ただ私も変わった小学生でね、もう小学校4年あたりから暴走族のこう、チームのね、をこうランドセルに、油性マジックで書いたりね、そういう教科書や、そういう、教科書とかにもね、暴走族の文字、例えば、特攻隊だとか、並びに、まあ、いろんなね、暴走族のチーム、ちょっと、まあ、ここでは伏せときましょう。まあ、いろんなね、数ある有名チームがあると思うんですけども、そういったチームのね、チーム名を、まあ、小学校もう3、4年でね、教科書やノートに書いてて、まあ非常に先生は扱いにくい生徒だったと思います。やっぱりこんな小学生ってあんまりいなかったと思うんですよね。で、まあ、当時ね、以前動画でもお話しした、暴走族ブームっていうのが、まあ非常にあって、
駄菓子屋とかのシールでも、こう、パチモンのステッカーが売ってたんですよ。暴走族チームの。で、こう、やっぱりね、こう、当たりになると、こう、ブラックエンペラーとか、スペクターとかね、極悪とか、当時だとネズミ構造とかあったかな。あとは、まあ、ホワイトナックルもあったかな。まあ、いろいろね、まあ、当時の昔の、時代をね、こう、時代をっていうか、こう、世間を賑わしたようなね、暴走族チームのステッカーっていうのは当たりでよくあったんですよ。で、そういうステッカーはね、もう、地元のね、その、駄菓子屋から、まあ、よく買ったりしたりで、まあ、他の方法でも手に入れたりして、まあ、コレクションしてたんですよ。で、当時はね、ご存知の方もいらっしゃるかわかりませんが、少年ジャンプっていうのが流行りまして、あと少年マガジンね。あと少年チャンピオンもまあ若干流行ったかな。まあ僕はマガジンとジャンプ専門だったんですけど、そのジャンプの裏に、まあ暴走族のステッカーが買えたんですよ、通信販売で。で、まあそのぐらいね、世間は暴走族ブームというか、まあ流行ったんですよね。で、当時シグマだとか、いろいろね、まあそういった感じの、ステッカーとかもあって、まあランドセルに貼ったりね、してました。だから非常にね、そういった暴走族の、まあ、ステッカーとかが好きで、まあそういう文化がもう大好きだったんですよ。だから、そういったね、単発、まあ、ニグロパンチ、ニグロね、パンチパーマ、アイパー、まあ、そういったね、ニュートラとかソリ入れるっていうのはもう憧れの憧れでね、もう、すごい痺れたわけですよ。やっぱりそういった、もう自分の中じゃスターですよね、暴走族の方っていうの。だから、本当にそういう文化で憧れてました。で、話は戻るんですけど、もう特攻隊っていうのもね、まあ、意味なんかさほどわからないですよ。尊王愛国、五国尊王なんつったところで。そんなろくすっぽね、学校の勉強なんかしてないで、まあ、人間が、そんなの、使ったところで意味なんかも、よくわかってないだろうし、まあ、その、外見のかっこよさとかね、そういうのに惹かれて、使ってた方が多いと思います。例えばね、ある一例だと、町屋豪華のね、昔のその暴走族本のインタビューの中でも書いてあるんだけども、やっぱりこう特攻服、戦闘服にね、いろいろな、そう、まあ、軽人愛国とかね、いろいろ、まあ、刺繍してあるけども、意味なんかよくわかんねえよと、そんなのは。そんなのはよくわかんねえけど、俺たちは喧嘩が好きで、喧嘩がしたくて、この極悪チームやってるんだと。ね。その喧嘩がしたいがために、地元である極悪チームに入ったと。俺は極悪で大暴れしてると。毎日喧嘩だと。三度の未勝利喧嘩が好きだと。もう喧嘩三昧だと。それしか頭にねえから、なんかその刑事愛国だろうが、そんな愛国だろうが、そんなの意味なんか知ったことじゃねえと。まあ、そういう一種の一つのスタイルだとしか、まあ、としか思ってねえよぐらいの感じでおっしゃってるんですよね。まあ、まさにそうで、まあ自分も特攻隊なんて気にしたこともないし、まあ、いわゆる戦争の時に、まあ、ゼロ戦でね、ゼロ戦はまあ魚雷でこう、人間、玉砕でこう突っ込んでいくくらいの程度しか知らなかったわけですよ。で、まあね、この年になると、やっぱりまあ知恵もついて、まあいろいろな教養も身についてね、まあ世間もいろいろ分かってきて、まあいろんな歴史も、まあ、おのずと好きで勉強するわけですよ。そうすると、やっぱり、こう、いろんなね、特攻隊当時のね、まあ、ある種それは僕はまあ、戦争はもう、否定も肯定もしない。ただ単にその歴史の一、あ、ごめんなさい。歴史の一ページとしての事実としてね、僕はもう解釈してるんで、戦争、肯定も否定もしないけども、やっぱりこう、必要な時は必要じゃないかと思ってるし、軍隊も。まあ、100% こう、一概にね、反対できるものではないから、まあ、それはいろいろ政治とかも絡んでくるんで、まあ、それはちょっとね、もうお上のあれなんで、まあ、
とりあえず僕のちょっとコメントはまあ、さておいて、まあ、そういうような形で、いろいろな、まあ、書物やね、いろんなこう、当時の戦争の、戦争体験された方たちの、まあ、お話聞くのも結構好きで、勉強になるなと思って、まあ、見たりもするんですけども、その、とあるね、まあ、YouTube で番組を拝見したんですよ。その時に、当時ね、特攻隊で、まあ、17歳ぐらいでもう特攻隊、4日連行って、特攻隊で出撃した方で、で、親友、まあ、その方の親友2人は、もう目の前で特攻で亡くなられてるんですよね。で、その方は、たまたま撃墜されたんだけど、生き残った方なんですよ。で、その方のお話を、まあ、当時のね、お話を聞くんだけども、わずか、まあ、もう、かなりね、当時も撃墜されて、どんどこ、その特攻隊が、まあ、出撃して撃墜されたり、特攻して体当たりしてね、で、亡くなられてて、どんどこ人員が必要だと。で、その方も17歳でもう特攻隊に出撃命令が、まあ、来たみたいなんですよね。で、まあ、当時、その二人の親友、三人組だったらしいんだけども、その二人の親友は目の前で、まあ、特攻して亡くなられたと。で、自分もまあ、それに。はい。で、自分もね、やっぱり、目の前で、その二人の親友がね、撃墜して、まあ、亡くなられたみたいなんですよ。その時に、まあ、この、生き残った方はね、が思ったことは、悲しいだとか、友達が行ってしまってね、悲しいだとか、かわいそうだとか、そんな気持ちは一切ないと。もう、一心でね、よくぞやったと。本当に、やったっていう気持ちがね、一心で。あとは俺に任せろと。俺も、行くぞと、行ってやると、そんな気持ちで、まあ、特攻、体当たりしたそうです。たまたま運良くなのか、運悪くなのか、もう戦艦からね、雨あられのような撃墜を空に向かってするわけですよ。それは要するに特攻をかましてくるんで、向こうも特攻される前にね、撃墜しなきゃなりませんから、相手も敵もね。アメリカ軍は。だからやっぱりゼロ戦、空飛んでるゼロ戦に向かって戦艦から雨あられの、攻撃をするわけですよ。で、やっぱりこの方は特攻する前に撃墜されて、まあ、海に落ちてしまうんですけども、たまたま本当にもう本当に高確率で死ぬような場面で、本当に運よく生き残ったわけですよ、この方はね。その時に、まあ、この方は、まあ、たまたま生き残って、まあ、現在90歳近くまで、まあ、生き残ってご存命の方なんだけども、結局、まあ、その、友が2人行ってしまって、自分は生き残って、それで、まあ、終戦迎えたと思うんですよね。それで、まあ、自分は生きるべくして生き残った人間じゃないですから僕はっていうふうにおっしゃるんですよ。まあ要するに本来ならば死んでたはずの自分が生きてると。だから誰よりも命の重み、命の重要さ、命のやっぱり尊さっていうのを、まあ、分かってると思うからこそ、まあやはり非常にね、長生きもしていただいて、非常にお元気で、まあ、お暮らしになられてると思うんだけども、僕は言いたい、その僕らに比べて本当にガチで殺し合いしてた人ですよ。もうお話聞いてると完全にソルジャーですよ。もう当時の気持ちがみなぎってね、もう身力も半端じゃないし、もうガチで殺し合い、生きるか死ぬかやってた人ですよ。その生きるか死ぬかっていうことではないですね。もう殺すか殺されるかっていうような、時代というかね、そういう場面を生き抜いてきた人なんですよ。だからもう全然
覇気っていうかね、目力も違うし、本当にソルジャーですよね。で本当に若者がその一時のね辛さや何かで、まあ自らピリオドをねしてしまうっていうような方がいるんだけども、一度見てほしいね、こういう人たちの動画を。本当にもうこの人たちに比べたら全然大したことではなくて、もうアマちゃん中のアマちゃんで、本当にぬるま湯に使ってる時代をね生きてるってことを本当に分かりますから。あのね、老人たちがやっぱり若い頃ってもう半端じゃない時代なんで、今時のこの今現代生きてるようなあの青2歳の若者がディスれるような時代生きてないんすよ、マジで。もうバッチバチの時代なんかへでもないぐらいの半端じゃねえ時代生きてるんで、あの今のガキがねそういうご老人をディスったりバカにするようなことって本当に許せない行為だってもう分かってもらえて、アマちゃんもいいところで、あの当時のこの人たちが若い頃でガチでぶつかったらもう秒速で、あれですよ、乗されますよ。そのぐらいの勢いですよ、マジで。半端じゃないですから。はい。でね、まあちょっと話それちゃったんだけども、自分もねやっぱりこうもう時効だからいろいろ軽く話しますけど、まあ暴走族時代とねまあ照らし合わせると、やっぱりこう何かねダチがこう武器持って特攻かまして、まあ相手にねダメージ加えた時とかありましたけども、まあその時もやっぱりむごいだとかかわいそうだとかひどいとかなんて気持ちは一切なくて、よくぞやったと、よくぞやったと、もう勲章みたいな感じでね誇らしげに思ってた自分がいました、幼少期の若い少年時代は。まあ大人になっていろいろ物事分かってくるんで、いろいろね、ものの良し悪し分かってくるんで、まあ、いかにそれが洗脳が怖いかっていうことが非常に分かりましたよ。だからこの方が、まあ、ゼロ戦で当時ね、親友が2人撃墜して死んで目の前で死んでもよくぞやったとって思えちゃうところが、やっぱりこれ戦争の洗脳の怖さなのかなって、もう非常に思いましたね。僕は、僕もやっぱりあの足元にも及びませんけども、やっぱりそういう気持ちな時もあったんで、やっぱりね本当に、まあ、当時のこの方も17歳で行ってますか、あの特攻隊になってますから同じ年代ですよね。非常にそれはちょっと怖いことだなと思いましたね。まあ世界中で戦争というのは今現在行われていることなんだけども、やっぱりこれは政治的な問題もあって、まあ当事者たちにもうちょっとまあね、あまり僕が語るのもちょっとあれなんだけども、まあ全否定はしないですよ。やっぱり必要な時もやっぱり状況によっちゃあるとは思うんでね、まあ全否定はしないけども、ただまあ否定も肯定もしないというか、まあ、実際そういう経験がないんだけども、ないからまあ分からないっていうのがまあ率直なまあ感想なんだけど、やっぱり非常にね興味深いというか、非常にこういう当時の人たちのご意見話っていうのは非常にやっぱり深みがありますよ。でね、やっぱり自分も毎年靖国に行くっていうのは宗教的な理由は一切ないんですよ。そうではなくて日本人として、僕は言ってるだけで、やっぱりその当時の人たちが いたからこそ今現在の平和な日本が存在するわけですよ。あの当時戦ってくれた、まあ、自分たちの先祖やね日本、まあ、方たちがいるからこそなんですよ。それに感謝とあと、まあ尊敬をね、込めて僕は言っているだけなんで、人がどうこうとか関係ないんですよ。自分個人で言ってるんでね、あの靖国ってところは。だから人が行こうが行かまいが、人が避難しようが何しようが関係ないわけですよ。日本人としてただ黙々と淡々と言ってるだけであって、それに何か感想もクソもないんですよ。日本人として言ってるっていうだけなんで、
日本人として生を受けてね、本当に感謝しかないし、日本人として誇りしかないし、日本人と生まれて本当に良かったし、感謝しかないわけですよ、自分自身にとってね。日本人として今もう現在も生きてるってことが誇りでしかないわけですよ。そんなことは別に自分が思ってるんだから他人にどうこう言われると関係ないんで、うん、だからまあ靖国もね、もう毎年、まあ、暇さえあれば行きますから自分は。だからそれが、うん、ね、当たり前のように自分は行ってますから、ガキの頃からね。だからそんなことは別にまあ、何か、まあ、訴えるわけでも何でもないんですけど、だからまあ要するにね、今の安全な生ぬるい、環境で、生きさせていただいてるっていうのは、やっぱりこういったね、当時を、まあ、戦ってくれていただいた方たちがいるからこそっていう感謝もあるわけですよね、うん。ただいかんせん本当にすごい時代ですよ。やっぱり映像で見ても半端じゃない。もう本当ね、今の若い人たちでも、なんだろうな、今の青少年若者はけしからん、 生ぬるいみたいなね、そういうことを 言いたいわけじゃないんですよ。ただこういう方たちがいて、こういう日本があったぞっていう歴史のね、1ページとして、歴史の事実としてね、本当に一度は日本人としてね、見ていただきたいと思います。真っ向からね、もう頭ごなしで全否定するんではなくて、ある程度分かった上で、まあ、否定なり肯定なりするべきだしね、頭ごなしでその洗脳教育、そのなんだろうな、反アンチ日本みたいな教育っていうのは今現在日本にあるわけで、そういったことがね、やっぱり僕はちょっとどうなのかなって思うし、やっぱり否定するにも肯定するにも、ある程度も見て聞いて調べてから言えよっていうような気持ちもあるわけですよ。やっぱりこういう人たちが、まあ、戦ったことが全部無駄ではないですから、何にもね、否定するような、全否定するような僕はちょっとわからない。まあいかんせんそういうのは置いといて、まあ非常にね、いい動画を見れて、ちょっと一つ勉強になったなって思いました。てな感じで、こういったね、歴史の一、まあ歴史的事実としてね、まあ、今も YouTube でもググればいろいろあるんで、ぜひともね、見ていただきたいと思います。非常にね、ああすごいなって、やっぱりある種の感動って言っちゃちょっと失礼になるのかな、まあただ非常にね、日本人としてグッとくるようなことはありましたね。皆さんも日本人であればやっぱりこうグッとくるものが絶対あるはずです。そう思います。